ヒルシュスプルング病は、消化管の全動運動を司る、神経層の先天性の欠如によって、新生児、乳児期より、腸管拡張、腸閉塞像を呈する疾患。先天性巨大結腸症とも言われる。1886年に、デンマークの内科医、ハラルド・ヒルシュスプルングによって報告された。拡張腸管の病理組織所見にて、腸管壁のアウエルバフ派神経層。 マイスな神経層の欠如が認められており、先天性的な神経層の欠如によって、消化管の全動運動が低下することで生じると考えられている。遺伝学的に、レッド遺伝子の変異が認められることが報告されている。出生直後から腹部暴流、便秘をきたす。重症の場合には、腸管が過度に進展することで血流が立たれ、重度の大腸炎を起こすこともある。 その場合、悪臭の強いゲリビミや粘血弁が出るようになる。合併症として姿勢腸炎、先行、腹膜炎、肺血症などが見られることがあり、最悪の場合、死亡することもある。腸管壁の神経節細胞が欠如した領域が非常に狭い場合は肝腸などでコントロールできることもあるが、ほとんどの患者は腸管の無神経節領域を切除し端々を つなぎ合わせる手術が必要である。無心経節領域の広さにより、根治手術を行う場合や、人工肛門や、小腸老を増設する場合もある。近年は、復腔鏡補助下手術や胸肛門手術が導入されつつある。ありがとうございます。